セバスティアン・バイオン、ベタニコン・パリシエンセの表紙ページセバスチャン・バイオンは、フランスの植物学者である。ビニで生まれた。父親は商人である。植物に興味を持ち、6歳の時に、父親の庭で、たくさんの野生の植物を栽培した。父はそれを喜ばず、オルガンを学ばせ、オルガンの技量も上達した。11歳で、オルガンの死が没した後、修道院での演奏を引き継いだ。 バイアンの興味は後に医学に転じ、医学の本を読み、病院を訪れることによって、医学を学び、医師の手伝いとして雇われた。1688年に、エブルーに出て、医学を学び始めた。ゴビーユ伯爵と知り合い、フルウイルスの戦いに軍医として参加した。1691年に、パリに出て、オテルデューで医師となった。1692年からヌイリに住み、毎週、 植物学者、ジョゼフ・ピトン・トゥルヌフォールの植物学講座に参加した。トゥルヌフォールともに何度か、最終旅行に参加した。パリ植物園の元になる薬草園を創設したギドラ、ブロスと知り合い、施設秘書に雇われた。この仕事は最終旅行の機会を増やし、ノルマンディとブルターニュの沿岸を、ディスナールと共に旅行した。1699年に、 王立植物園の薬草部門の監督者となり、その後王立植物園の役職を務めた。1716年1月18日に科学アカデミーの会員に選ばれた。1718年の著書、花の構造についてでは分類の基礎を花のおしべとめしべにおいたカールフォンリンネの考え方をさらに進めた。七百十八年から百二十一年の間、 菊科の植物の分類に関してアカデミーや講義において論じ、花の形などで分類するトゥルヌフォールの分類体系を批判的に論じた。パリ近郊の植物についての体調を準備し、植物画家としてクロード・オーブリエを雇い、300枚の図版を描かせた。健康の悪化のために完成には至らず、没後の1727年にパリの植物として出版された。 バイアンの死後、残された9000以上の植物標本は、遺族から国王が買い取り、パリ自然史博物館の標本館の基礎となった。トゥルヌフォールによって、アカネカの植物にベイランティアの名が付けられた。ベイルは、植物の学名で命名者を示す場合に、セバスチャン・バイアンを示すのに使われる。ありがとうございます。